こんにちは。こんにちは。木村亮です。竹内涼真です。今回僕たちはですね、平一の国という映画に出演させていただいてるんですけれども、まずじゃあいいですか。僕は大高段という、役をやっておりまして、で亮さんは僕は堂山圭吾という、生徒会長の役をやらせていただいてます。どうですか。楽しくないですか。楽しい、すごい楽しい現場で、最初はなんかお客様感があって、勝手になんかでもちょっとやっぱみんなよりはスタートはちょっと遅かった、遅かったし、そうなんですよ。生徒会長で3年生なんで、みんな龍馬くんとかは1年生の役をやっていて、なかなかこう撮影する日が被んなかったりとかして、最近やっとですね。そうですね、被って最近やっと一緒になったけども、俺先に終わっちゃうんですよ。今日でこぼしますか。こぼしましょう。明日やだよ。やだよ。こぼしましょうよ。まあでも寂しいですね、なんか。そうですか。結構割と同い年のキャスト。そうですね、みんな、20代前半だったり、僕と千葉雄大くんぐらいですね。28歳っていうのは、なんかわちゃわちゃしてるのをなんかこう温かく笑ってくれてるのがいいです。そうですね、はい、平和です。ニコニコしてます。すごい仲いいですね、でもみんなね。そう、でも僕は結構初めましてばっかりなんですよ。あ、そうなの。そんな感じしないけど。そうなんですよ。でもそんな感じしない感じで、なんか本当和気あいあいとしてて、はい、いや本当に楽しい現場なんですよ、皆さん。あれ、りょうくんどうですか、舞台をやって今回映画じゃないですか。あ、そうですね、平一の国という舞台をやらせていただいて。思うことはありますか。いや、なんだろう。いや、でもだからこそちょっと最初お客様感だったんですけど、でもなんかやっていくうちに、楽だなと思って一周回ってるから。そう、知ってる世界観でもあるし、舞台は結構こう体を使うようなお芝居だったので、そう、堂山圭吾って役はなんとなくちょっとしっくりは、来てますね。年齢的なものもあるかもしれないですけど、ちょっとどうですか、その大高段っていう結構主人公キャラっちゃ主人公キャラじゃないですか。そうですね。なんか周りが段、菊間、氷室とか、割とこうその無駄に爽やか、ね、そうですね、やってても、このセリフすげえ爽やかだなって言いながら言って、今日もなんか会長もありましたね。ありましたね。初めて絡むところですね、はい、いやすっごいかっこいいですよ。もう撮影中なんですけど、撮影で後ろ背中バックで撮ってるシーンがあって、でそれをねカメラ持って追っていくんですよ。初めてもうそうね、やっぱり機械をやろうみたいな。めちゃくちゃかっこよくて、やっぱこうタッパもあるし、背中で語るお芝居そんなことはできないです。いやもうだからそれ見た時に、あ、もう勉強になるなと思って見させていただいて、鍛えておいてよかったです。みんな鍛えてるの。いやそうだ、でもみんなふんどしやるんで。あ、龍馬くん、僕はやんないんですけど。あ、僕は何もやんないんですけど、ただやってるだけです。そうだね、間宮祥太郎君とかもね、そうですね、すごい人気持ち。そうですね。さて、まあ、公開は4月29日ですね。なんかちょっとモニターとか見てても、映画の色味とかもすごいかっこいいですよ。本当に、あ、やっぱすごいライティング、ライティングと、はい、多分画質もちょっといじってるんでしょうけど、永井さん、ね、監督のセンスなんですかね。なんかすごいスタイリッシュな映像を撮る方で、すごい楽しみだなと。本当純粋に見たい。いや見たいです、わかります。本当にかっこいいですよね。俺は叶わなかったから、定位置の舞台やってる側だから、それをこう生で見ることは絶対できなくて、絶対 DVD とかでしか見れなかったんですけど、今回はそれをこう映画館で見れるから、すっごい楽しみですね。本当須田くんの定位置も本当定位置なんで、定位置ですね。すごい楽しみにしています。なんかほんとみんな、しっかりハマってますね。そのままハマってるんだよ。そう、それがすごいなと思って。
なんか髪型だったり雰囲気だったり、みんなすごくそのままなんですね。期待して、本当期待してください。期待してください。この映画はちょっと本当に舞台以上に見てほしいと思います。天使の国の舞台、まあ舞台も面白いですけど、ぜひ映画の方よろしくお願いします。劇場へご覧ください。それでは。